話せ、話してくれミゼラ。なんて身のこなしだ。一瞬で後ろに回り込んだ。もう帰った方がいいよ。無理して通ろうとするならそれでも無理だということを示さなきゃいけなくなる。私がね。やめてくれミゼラ。俺たちはナッシュを探してるだけなんだ。ナッシュはここにはいない。さっきも言ったじゃない。だから俺たちがそれを確かめてやるって言ってんだ。やましいことがないなら修道院の中を。この中には小さな子供がたくさんいる。今のあなたたちみたいに怖い顔してる大人が大勢で押し入ったらみんな怯えてしまうわ。だから通せないの。そうは言ってもね、これは強盗事件なんだ。村のばあさんが怪我をさせられたんだよ。ちゃんとナッシュには事情を聞かないと。あの子はやってない。確かにいたずらはするけど人を傷つけるような子じゃないわ。そんなもんわからないじゃ。言ってて、いい加減話してくれよ。ミゼラ、カナタ、平気だったミゼラ。俺が来てあげたからもう大丈夫だよ。うん、カナタが来てくれたからもう大丈夫。私、俺十分やられてたんだけど。皆さんもうやめてください。ナッシュは犯人じゃない。いや、しかしな、あの子に盗み癖があるのは事実だろ。うちの野菜もあのガキに取られたんだ。それも3回も。確かにあまり裕福ではない皆さんから物を盗んだのはとても悪いことだと思います。みんなお金がないなりに一生懸命生活してるのに盗みにあったらそりゃ大変ですよね。そのことはごめんなさい。俺が代わりに謝ります。おう、悪気はないんだろうがバカにされてる気がする。でも今回は違います。ナッシュは強盗なんてしません。俺が保証します。大変だ、怪我をしたばあさんが。どうした？たった今息を引き取った。そんな、くそ、ナッシュはどこだ。ナッシュ、くそ、待て、このガキ。ゴードン、隣町の荒くれ者がどうしてここに。俺見たんだ、雑貨屋に盗みに入ったゴードンがばあさんを後ろから殴るとこ。でもそれをゴードンに見つかって誰にも言わないようにって捕まっちゃったんだよ。そういうことだったのか。おいてめえら、痛い目会いたくなかったらチクるんじゃねえぞ。分かったか。許せない、おばあさんを襲うなんて。許せなかったら何だって言うんだよ。罪を犯した奴には容赦なんてしない。俺が倒してやる。行くぞ。逃げた。森の方に行ったな。大丈夫、俺が追いかけますから。待って、カナタ、私も行く。え、でも相手はすごく悪い奴だし。危なかったらカナタが守ってくれるでしょ。うん、そうだね、俺が守ってあげるよ。ありがとう、カナタ。じゃあ気をつけて行こう。
行こう。一気に切り抜ける。間違いない。